朝起きて会社に行くときは結構ワクワクしてますね。一番私たち多分前線に立って見れる立場にいるので、それが目の前でこうその日の株式を展開していくのは結構面白いです。エージェンシーのエクセキューショントレーダーで入ったんですけど、まあ、3年間頑張ってプリンシパルプロップに移れるチャンスをマネジメントの方からも与えてくれたので、それはとても私から見たらマネジメントのサポートがなければやれなかったことなので。出社するのが7時前後でして、9時から3時半ぐらいまでずっとトレーディングをしています。日本株のトレーディングは3種類ありまして、エージェンシートレーディングはお客様の注文を発注する仕事でして、プリンシパルはお客様の要求に応えてマーケットメイクをする仕事です。最後にプロップ、自己勘定の仕事は自己のポジションを取って株の売買をする仕事です。 How many shares was that?プリンシパルトレーディングの中のマーケットメイクというのは、お客様が何かを買いたいとか売りたいとか言ってきた時に、そこで私たちが反対側になって売買をしてあげるので、そのプライスを決めることです。マキコさん、先の銘柄100万売りたい。はい、じゃあ655円で。じゃあ655円でこれが買った。いいトレーダーになるには多分決断力が必要だと思いますし、あとは客観的に物を見れることが必要だと思います。一度見てみたりやってみたりしたらすごく興味を持てる仕事だと思います。今日ってそんな決算出てませんよね。チーム内ではアイデア出し合ったりして、やっぱり話し合った分自信が持てる、そのポジションに一定の原材料にしてるようなプレッシャーはあるんですけど、数字で損益が見えてくるので、損を出してもその次の日には利益を出すっていうスタンスでその仕事に向かっていく、それが一番多分重要だと思います。一番好きなところは自分のアイデアで取ったポジションが予想通りに動いて、そして利益が出るときにやっぱりスカッとするそれが一番好きです。ゴールドマンサックスだと自分がやりたいと思ったことに対してとても積極的にやらせてくれる会社なので、伸びるチャンスは与えてくれると思います。これからはいろいろなそのマーケットを見まして、ベアマーケット、ブルーマーケット両方見まして、そしてそこで経験を積んで会社に貢献できるトレーダーになりたいです。あまり怖がらずにどんどんチャレンジしていくことを進めます。それが成功への道だと思います。